海島千歌子は日本の女優である。新漢字表記江島千歌子、本名、旧芸名、東八ま子。舞台協会在籍時、日活向島撮影所との提携で映画初出演を果たし、後年は東亜記念魔紅葉撮影所の看板女優として、大正末期まで活動した。1903年2月8日、東京府東京市深川区に生まれる。 世界のキネマスターによれば、本名は、東ズマであるという、日本成功会系の立教高等女学校を卒業する。満18歳の時に1921年、花柳翔太郎が同年に設立した新派の劇団、進撃座に参加。翌1922年には、山田隆也らの進撃の劇団、舞台協会に参加している。世界のキネマスターによれば、 地方巡業団の女優として活動した経験があるとして、ダンス、乗馬、ギダユー、西洋音楽、シャミセン等、万能である胸の記述がなされている。同年12月、日活向島撮影所での進判、幹部俳優脱退のため、舞台協会が同撮影所と提携することになり、提携第一回作品、ドクロの前に、出演。 同作は1923年3月15日に公開されて映画界にデビューした。同年9月1日に起きた関東大震災で同撮影所は崩壊。同年12月、兵庫県西宮市紅用園に移り、東脇根間紅用撮影所に移籍、同社親会社の八千代生命の宣伝用劇映画で、ある、求むる父に、返しません歌子の名で主演した記録が残っている。 日本映画俳優全集、女優編等では、人生の懲りで、初主演とされている。1925年1月、同社の専務取締役、関家門不在の折に、車用車の運転手が、本社専務室に乱入、関の机を破壊、関と会島との間の不適切な関係を、暴露するという事件が起きた。この事件を知った、同社常務取締役、立花良介が、 関の講師混同を師団、スキャンダルは表沙汰にされたが、結果としては、関と立花が辞任して、同社を離れ、海島は同社に残留した。同年1月27日に公開された、蛇モ門の女での公演が評価されており、2ヶ月のブランクの後、海島は、新竹鳥物語に、未亡人をびねで出演し、同作は、同年4月8日に公開された。 その後も、ネズ・シン、荒木忍の相手役や主演作に出演している。万23歳になる1926年5月21日に、公開された、ケスナ・アカリに主演したのを最後に同社を退社、映画界を引退した。翌1927年に発行された、キネマの人々によれば、退社後は舞台に戻り、兵庫県神戸市で巡業をしていたというが、 以降の消息は伝えられていない。没年不詳。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。 資料によってタイトルの異なるものは平記した。すべて制作は日活向島撮影所、配給は日活、すべてサイレント映画、東八重子名義である。特筆以外すべて制作は東脇キネマ公用撮影所、配給は東脇キネマ、すべてサイレント映画、返しません歌子名義である。ありがとうございます。